はい、ミスターまゆさんメッセージありがとうございます。返信をさせていただきます。私の息子のね、大和くんですけども、奥さんとともに1週間ほどの入院をする予定です。今日2日目なんで、あと5日間ですね、入院をして、まあ安全に出てくるという形ですよね。我が家の方は私が一人でね、もうしっかりとやってますんで、もう受け入れは十分です。その他私、面会時間始まったらすぐに病院の方に行って、面会時間が終わるまでずっとね、8時間ほど毎日病院に行くようにしております。毎日ってもまだ2日目ですしね、それから1週間ほどしか行かないんで、会社の勤務だと思ったらむちゃくちゃ楽ですね自由ですしね、ただやっぱり世のほとんどの男性が実はね、奥さんのそばにずっといたいという気持ちだと思います。で、いろんな事情でそれができないということなんですよね。私はそれをやっているっていうことなんで、非常にありがたいなと思いますし、本来旦那さんがね、自分の仕事とか収入気にせずに家族のところにずっといられたら、こんなにいいことはないですし、奥さんとしてもたっぷりの愛情を感じるんだと思うんですよ。だからそういう意味でも、投資を手に入れるとか利回りを手に入れるっていうのは、人生を始めるための必須条件だなと私は思ってますね。私はもう今ね、24時間中24時間全部自分の時間なんで、全部をもう奥さんとか家族に捧げることができて、そのスタートラインにね、大和が生まれてくるってどんなに羨ましいんだと思いますよね。でもそのぐらいのプレゼントをしても、親としてはね、全然パーフェクトではなくて、まだまだ不十分なんだろうなと思ってしまいます。はい、大和くんは 3800g で生まれました。かなりでかかったんで、通常分娩ができませんのでね、帝王切開という処理になりましたんで、余計にね、入院が計画的に行われて、出産も本当に1時間ほどで終わりましたんで、手術は簡単だったかなというところはあります。でもね、その手術怖かったと思いますけども、奥さん本当に頑張ってくれて本当に嬉しいなと思います。私は本当にこうやってね、ただ待つだけなんで、何もしてないのと同じですからね。はい、で、私のね、預けた病院っていうのは、子供をむちゃくちゃ大切にしてくれる病院なんで、本当に良かったと思います。これはね、また別の動画でもシリーズ化したいんですけども、やっぱり高齢出産なんですよね。高齢出産っていうと、女性が35過ぎたらとかね、40代過ぎたらっていうふうに思われがちですけども、男性の方にも高齢出産の、原因が大いにあるわけなんですよ。だから男性も35過ぎたら、自分のせいでね、奥さんが妊娠しないんじゃないかとか考えた方がいいですね、本当に。これはね、本当に研究が進んでいくのもそうなんですけども、男性の意識がまだまだね、そこまで妊婦さんに対して強くないんですよ。そこが大きな問題で、やっぱり30過ぎたら男性も自分の身体的なね、きちんと妊娠させるかな、力があるのかどうか検査を受けに行くとかってことを積極的にしないといけないのに、それをやってないと思うんですよ。私はね、だから43歳の時に検査に行きまして、それ相応の措置を取ったりとかね、サプリメントを毎月5万円ぐらいの価格でね、あちこちから取り寄せて、体を整えて体力をつけて食事制限をしてってことをやっていって、本当にね、ベストのタイミングで、子供が持てるようにって、本当にね、3年とかかけて自分がね、夫として妊娠させられるの体を作っていったってことになります。やっぱり40過ぎると男性もね、そうですか、ね、妊娠機能衰えるんでね、責任を持って女性にだけ負担をかけないようにした方がいいかなと思います。はい、ちょっと余計なこと言いました。別の時にまたこれをお話しますね。さあ、炭水化物の例なんですけど、糖質制限ね、私もこれね、いろんな説がある中で、糖質制限はすごくいい方法だと思うんですよ。ただミスターまゆみさんね、すごく10キロも痩せちゃったんで、すごくスリムになったなっていう感じがしますけども、糖尿病に関してはちょっと私は分かりませんので、ミスターまゆみさんがね、これから糖質制限とかダイエットするための食事みたいなのを、なんか1週間コースをね、4フェーズぐらいでやっていただいたらすごくいいなと思います。私見たいなと思いますよね。こんな食事にしましたとか、画像入りとかでアドバイスいただけたらとか、あとは視聴者さんからこんな食事にしようかと思うんですけどどうですかっていうのをこうコメントするみたいなのがあったらいいなと思いますけども、何にしても私はですね、一人一人の体質に合った減量方法っていうのがあると思うんですよ。基本的には、糖質制限があったりね、適度な運動をしたりとか、水分をしっかりとるとか、いろいろあると思うんですけども、細かいこと言ったら、一人に一つの方法だと思うんですよ。ですんで、私は自分に合った
ダイエット方法をたまにやってですね、それこそね、絶食みたいなのもやるわけですよ。私は3日間飲まず食わずでもなんてことないんで、それをやったりもするんですよね。でそれを皮切りに少しずつ白湯を飲んでいったりとか、ビタミン剤を取っていったりとか、でたまにはね食事をしたりとかっていうことを繰り返すんですけど、私のイメージとしては痩せたら、その5日間ハードな減量トレーニングをしたら、2日間ぐらいはもう好き勝手食べるみたいなことをして、ちょっと体重戻すんですよね。で、馴染ませて、また、5日間ぐらいやるみたいなことを繰り返して、50日で10キロ痩せるみたいなコースをね、2016年だったかな、やったりもしました。それは動画付きで。それもなかなかいい経験になりましたよね。だから言ってみればね、5キロ痩せたら2キロ太るみたいな感じで、ちゃんと体を馴染ませていくっていう、こう減量しっぱなしだと、精神的にも辛いですしね。それから体もいろんな足りないね、酵素とかが出てきちゃうんで問題が起きるんですよ。よく言われるのに消化酵素っていうのがあるんですよね。要するに胃の中で食べ物を消化することによってカロリーを消費して痩せるっていう効果もありますんで、全く食べないとその消化酵素が出ないことによってものすごく弊害が起きる、痩せにくい体ができてしまうってことなんで、本当に全く食べなかったり糖質ばっかり制限すると逆に痩せにくいんだよっていう診断をね、私受けたことがあるんですよ。これは他の人には当てはまるかどうか分かりませんけど、私に対してのダイエット方法はそういうものを組み合わせてやるってことなんで、私ダイエット教室やったとしてもね、他の人に当てはまらない可能性が高いんでやらないんですよね。ただまあどんな食事をしてるのかぐらいはお見せしてもいいかなと思いますんで、それを解説付きでやることはありますけどね。まあどっちにしても自分に対してのなんかね一つの方法があったら、これも凡事徹底しないといけないのかなと思います。凡事徹底ってのは何かっていうと、初日にやったことを1000日目とか1万日目にもやってますかってことなんですよ。多くの方が凡事徹底っていうとね、100日とか200日程度でよくできたって思っちゃうんですけども、全然足りないですよね。やっぱり最低1000日が1000回とか1000日とか1000個っていうのが凡事徹底の一つの単位だと思います。それ以外で何かね結果が出るような、方法があったりとか、1000の単位以下で何かね継続と言えるようなレベルがあるんだったら私も知りたいんですけど、今のところ私そういうのに出会ってないんで、少なくとも1000っていう単位がね一括りになるっていうふうに認識しながらどんなことも取り組む所存でございます。まあもちろんね私以外の考えの方でもういいヒントがありまして、そんなに継続しなくても大丈夫だよみたいなのがあったら聞いてみたいですけどもね。はい、今回は以上です。ありがとうございます。